恵比寿連をご紹介します。阿波の夜踊る恵比寿の汗光。恵比寿連は昭和24年徳島市の東部伊東地区で結成され、地元福島の商売の神様恵比寿神社にちなんで恵比寿連と名付けられました。背中に背負った恵比寿様がトレードマークの男踊りは、じっくり見せる成長踊りと自由奔放で豪快な暴れ踊りが特徴。女踊りは春風に舞う桜の花びらのように優しく艶やかに、また見る人をハッとさせる粋な女ハッピー踊りや元気なちびっこ踊りも必見です。観客と踊り子が一体となって笑顔で楽しめる踊りを目指し、静と動をテーマとしたしなやかさとキレの良い躍動感あふれるステージをご覧ください。恵比寿連の皆さんです。Thank you.
ご覧いただきましたのは7代目女性連長ツールス連長を中心にアットホームな連帯感を醸し出す恵比寿連の皆さんでした。